続いてはですね、こちらのソフトですね、ボンバーマン3をやっていきたいと思います。でこちらのソフトをやるときに、これ据え置き機として使えるので、じゃじゃーん、はい、当時のスーファミのコントローラーですね、これを使っていきたいと思います。よいしょ、1コンに刺して、よっ、はい、刺せました。こうやって刺してこっちでコントロールすることができます。はい、ということでですね、ちょっと映像を見やすくするために、この箱を使ってちょっと角度を調節させていただきました。はい、ということでこれもやっていきたいと思います。で、こっちですね、これで操作できます。では A 押したらいけるかな。これもマコシが、あ、動きますね、ちゃんと見えるかな、ちょっとちっちゃいと思うんですけれども、今ノーマル、バトル、オプションっていう風にこっちと連動して動いてます。ではまずノーマル、あ、バトルゲームかな、バトルゲームでいきたいと思います。はい、ということでやっていきたいと思います。私左上にいます、これです。すごい画面ちっちゃいかも。あ、卵出た、やった。私これすごい昔にやったことあるんですけど、全然覚えてない。なんかお友達の家で一回ぐらいやったかな。なんか、ルーイに能力があるんですよね。このルーイは、どんな能力があるのか、わかんない。蹴るとかかな？違う。なんか飛び越えるだったかな？ Y を押すのかな？あ、やっぱり飛べるんだ。爆弾を多分飛べる系ですかね。ちょっと忘れちゃったなぁ。うわ、怖い、危ない、怖い、ルイに乗ってるのに私しか、危ない、ブラ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 、危ない、あ、あ、やられちゃった、やばいやばいやばい、普通に頑張ろう、やばいやばいやばい、真ん中に行きたい、真ん中に行きたい。これ最後真ん中にいると勝てるっていうやつですよね。あー、怖い、最悪、怖い。やばい、やばい、やばい、やばい。やばい、やばい、やばい、怖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 い。やばい、私、爆弾1個しか置けないんだ。やばい、やばい。でも意外と前進してるんじゃないの？やばい、自分からハマりに行ったはい、という感じで、こちらのコントローラーでも、はい、できることが、やることができます。で、さらにですね、ちょっといろいろやりたいなと思うんですけれども、スーファミといえば、これだと思うんです。じゃじゃーん、これ、マルチタップって言うんですよ。すごい。マルチアダプターですね。ちゃんと書いてある正式名称は。まあでも当時はマルチタップって言ってたような気がします。で、まあいろんな形があると思うんですけど、まあこれもマコシが持ってたやつ、当時使ってたやつが残ってました。私が知ってるマルチタップって、横長の長いやつしか知らなかったんですけど、なんかこういう感じですね。こういう形のもあるみたいですね。で、スーファミはこれをミコンの場ところに刺します。よいしょ、ここに刺して、でこのマルチタップにさらにコントローラーを刺していけます。はい、ということでですね、このマルチタップですね、ちょっとこんな角度で置かせてもらってます。これが起動するのかどうかですね、互換性があるのかをちょっとやってみたいと思います。同じボンバーマンですね。よいしょ、スイッチを入れて、あ、でも、あ、落ちちゃった。光りましたね。大丈夫そう。いけるかな。で、多分点灯してると 2P だけなんですけど、この光ってないと全部いけるっていう感じなんですよね。これもコントローラーがちょっと少なすぎるかな。今、これです。ここが、ここに繋がってる。ちょっとわかりにくいんですけど、すいません。
これがつながってるやつです。これでも、真ん中ですね。動かせますね。スタートボタンとか。押せましたね、今へ。これで、ここですね。この画面の、ここの人形ちゃんが、ルイが動いてるのが、上、下、下。こんな感じで、これも動かすことができますね。互換性ありますね。すごい。なので、これを持ってれば、コントローラーさえあれば、5人対戦できます。ボンバーマン。すごいな。はい、続きましてですね。じゃじゃーん。こちら、以前もご紹介しました、ファイティングコマンダーですね。ミニスーファミの時もご紹介したと思うんですけれども、こちらが動くかどうか。これもマコシの私物。私物っていうか、昔使ったやつですね。ちょっと古いやつなんですけど、動くかどうかやってみたいと思います。で、ソフトは、ヨッシーが。ヨッシーじゃない。スーパーマリオワールドが入ってます。で、ですね。よいしょ。まあ、普通に動きますね。今まだ何もオートは入れてないんですけど、動きますね。上下、いけますね。では、これで、じゃあコース2にして、ここで入れてみます。A 入れてみます。あ、いけてますね。使えますね。これ、B だとジャンプ普通の。ジャンプしっぱなしになりますね。この辺はな、ちょっと何のボタンか。何もなさ、これダッシュですもんね。普通に押すとこんな感じですけど、これを、よいしょ。入れるだけでずっと押しっぱなし。はい。じゃあ昔の、これですね。ファイティングコマンダーも使うことができそうです。ちょっとまあ、スーパーマリオワールドには多分使わないと思うんですけど。はい。使えます。はい。続きましてですね、スーパーファミコンには、チップが入ってるものがあるっていうのを、まこしから教えていただきました。で、まあ、コピー禁止みたいな感じなんですかね。ちょっと詳しくは文章で足そうと思うんですけども。はい。ちょっと今ね、いい言葉が思いつかなくて。ですね、そのチップが入ってるって言われてるソフトがうちにもありました。で、こちらですね。これとこれが、そういうソフトが入ってるっていう、そういう、まあ、ソフトじゃないですね。そういう風な規制がかかってるっていう言われているソフトらしいんですけれども、で、ちょっと、まあ、わかんないんですけど、なんかこのソフトと、あとさっきの、こっちですね。これは別にそういうのが入ってないよって言われてるやつらしいんですけど、ちょっと、パッと見違いがありまして、ここの長さが違う。この、刺すところの長さが違うんですね。で、さらに、下の、この、そういうのが入ってるよっていうアクセス防止みたいなのが入ってるやつには、ここに、傷みたいな、傷というか、切れ込みっていうんですかね、が入ってたりとか、あと、これなんか金属が埋まってたり、そういう違いが、パッと見てありました。で、これが、なんか結構互換機って言われるこういう任天堂のものじゃないやつだと動かないって言われてることが多いらしいので、このやつで動くかどうかちょっと試してみたいと思います。ちゃんとゲームができるんですかね。そういうのがね、なんかできないよって言われてるのが多いらしいです。よっこいしょ。では動くのか。スイッチオン。よいしょ。どうでしょう。つくかな。いけますね。動きました、普通に。いける。パニックボンバー。なんて言ってたかな。パニボン？なんか、まこしが言ってました。ボンバーマンの、なんかパズルゲームだっていう風に。よし、じゃあ早速、ちょっとだけプレイしてみようかなと思うんですけど、まあ、動くかどうかだけ。すいません、持ち替えました。こっちでやります。では、スタート。スタートボタン、ここだった。スタートですね。よいしょ。みんなで、ボンバル。まあ、二人でって一応知っておきます。今、二人いないんですけどね。全然動きますね、普通に。
わかんない。動かし方がわかんなかった。でもこれ私、あ、これくるくる回してるの私です。これ A ボタン連打。動きますね。大丈夫。遊べそうです。へー、すごいですね。一旦これも、パニックボンバー、ワールドですね。これは動きました。はい、続きましてですね、これですね。スターオーシャン、こちらもチップが入ってるっていうやつだそうですので、動くかどうかやってみます。せーの、オン!お、動きますね。出た。どうだろう。あ、いけそうですね。よいしょ。あ、いけますね、全然。動いてる。ちょ、すごいわかりにくいですけど、ここですね。ニューゲーム、コンティニュー、サウンドプレイヤーということで。つきますね。できそうです。はい、ということで、スターオーシャンも動きます。はい、いろんなソフトをですね、試してみたんですけれども、今、うちにあるソフトでこれですね。この、スーパーテトリス2プラス、ボンブリスの、この限定版っていう書いてあるやつですね。これだけは、別にロックがかかってるって言われてるソフトじゃないみたいなんですけど、ちょっと動かなかったですね。一応もう一度皆さんの前でもやりたいと思います。ちょっと今本当にいろんなソフトを試してみたんですけど、全部できたんですけどこれだけ動かないですね。結構まこしいろんなソフト持ってるのでいろいろ試してみたんですけどダメですね。嘘だ、できる。出ましたね。出ますね。できますね。じゃあソフトを刺したときに、結構何度かできないなと思って、抜き刺しをしたんですね。あ、できますね。できますね。何回か、あ、これできないなと思って何回かやってみたんですけど、もしかしたらソフト自体が、ちょっともう不具合気味だったんですかね。ちょっとやってみます。こっちのゲームソフトの方に不具合があるのかな。あれ、消えちゃった。不安定かな、若干。動いたり、あ、でも画面がわかるかな。ちょっと止まってますね。差し方が悪いんですかね。スーファミってこういうことをあるんですよね。昔のゲームってほんとちょっとなんかこう触った時に動いちゃったりみたいな。ちょっと一回電源を消してもう一回差し直してみたいと思います。あれやります。ちょっとこっちもよくね、昔はやったんですよ。今何をしたかって言ったら、こことここのホコリを吹き飛ばすっていうふうふうしたんですよ。私そんなに一生懸命ゲームやったタイプじゃないんですけど、よいしょ。どうですかね。入ったかな。このやっぱり若干この抜き差しに影響がありそうですね。なんか幅がジャストフィットっていうか、微妙なんですね。ジャストフィットなではあるんですけど、しっかり入ったかどうかに不安が残る。もう一回やってみます。せーの、オン。出ましたね。どっちの問題なのかをちょっといまいち。まあ、ソフトの問題な気がしますね。ソフト自体がちょっと読み込みにくくなってるのかなっていう感じがしますね。読み込めるので。で、いろんなソフトをやってみたんですけど、これだけだったのでそういう風になったのが、こっちの問題な気もします。はい、ということでですね、本日はこちらのスパボーイ SFC ですね、こちらのご紹介をさせていただきました。ですね、マコシが一番最初に欲しいって言った時は、あ、なんかいいんじゃないぐらいにしか私思わなかったんですけれども、実際に物が届いてみたらもう本当にいいものでした、私的には。でですね、何が良かったかっていうと、すごい開発者の愛情を感じました。箱一つ取っても、ただの、なんて言うんですか、ただの印刷カラー一枚でいいと思うんですけど、それをきちんとこの白押しっていうんですかね、まあされているところだったりとか、
こういう風にきちんとちょっきり入る、ちょっきりきちんとすっぽり入るこの箱の出来栄えだったりとか、あとこのなんて言うんでしょう、すごいスーパーファミコンを彷彿とさせるこのまあフォルムは今回のやつがそうなんですけどとか、まあ、そういうところにすごく愛情を感じました。でボタンとかはですね、若干やっぱ押した感じは違います。普通のスーパーファミコンのコントローラーよりも若干ちっちゃいですね。こうこれと比べるとちょっと小さいですし、押し具合とかも若干違うんですけれども、もうでも画面もすごく綺麗ですし、あとこのボタンも、まあ、見た感じですし、やっぱりすごい開発者の愛情を感じたので、これはものすごいいいものなんだと私は思いました。なので、で携帯機なのでね、このまま持って行ってどこでもできるし、まあでももちろんね、若干携帯機にしては大きいので、まあその辺はもうこのソフトの幅があるのでどうしようもない部分だとは思うんですけれども、持ち運びもできるし、お家でも、まあ、このまま据え置き機としてやってもいいですし、テレビにつないできちんと大きいモニターでもスーファミができるということで、まあ、現在スーパーファミコンのソフトを持ってる方ってどれぐらいいるのかっていうところが難しいとは思うんですけれども、まあ、今からでもね、まあ、中古のやつを変えたりとかもするので、スーファミってすごいいいソフトが多いっていう風に、まあ、腰大絶賛だったので、もしですねこちら気になった方はチェックしてみてはいかがでしょうか。私的にはものはものすごくいいと思いました。はい、ということでですね、本日はハイパーキンさんが出しているスパーボーイ SFC ですね、こちらのご紹介をさせていただきました。はい、本日も最後までご視聴いただきまして誠にありがとうございます。また見てね、バイバーイ。